来るお客様に確実な一杯っていうものを明日も作り続けることであり、それでまたその何でしょう、まあよくお客様を見てお客さんが笑顔で帰ってくれるのが一番だと思うんですよ。気持ちが美味しいのは当たり前で、それ以上に笑ってまた来たいなって思わせる。でラーメンって素晴らしいなって、飯田商店がっていうよりはラーメンって素晴らしいなって、そこが目的だと思うんで、明日もうちょっと余裕が持てると思うから、もっとお客さんに気配りして表出てったっていいと思うし、まあもう思いっきり暴れていいことだけは暴れて構わないと思うんで、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ここの映画ですか、明日の入りは今日と同じでよろしいですかね、8時。そうですね、多分そのぐらいに、あ、でも最速を7時の申請したいなとは。最速欲しいです。止まるでしょ、すいません。はい。はい。ちょっと怖いね、明日もまた違う限定なんで、また1からスタートなんですよ。毎日。毎日から。彼が一番ひどいというか、3日目で3になるの。そうですね、今から行ってきます。はい。ただその多分毎朝チャレンジするじゃないですか、はい、で毎朝今日みたいなフレッシュな状態で、そうすると新店オープンの雰囲気ってうまくいってもいかなくてもお客さんって好きじゃないですか。その僕情報も鮮度だと思うんですよ。で料理も鮮度だし、今考えて今やってるっていうこの鮮度が一番お客さんは美味しいと思うんですよ。でも失敗しちゃいけないですけど、うんうん、仮にちょっと失敗してあたふたしててもそれすら美味しいですよ、うん、だからそこをしっかりとそのいいクオリティで出せるように、いい鮮度でいい仕事をっていうことを毎日しようかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、すいません、最後に、ラーメンパキッチン、一丁締め用パンという形で締めさせていただきますけど、お付き合いをお願いいたします。はい、はい、じゃあ皆さん今日一日お疲れ様でした。よーっ、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。